どうせ他に変わるもんがないから国民は自民党に入れるだろうって高くぐってんのよ。だからエッフェルやってみたりとかさ、ブライダル外国人に1回500万の寄付やって、それで業界トップ企業から100万の寄付もらって、でこれ少子化対策って外国人の結婚式とか言っても、ふざけんじゃねえよ。サラリーマン増税なんだかんだ言ってるけどさ、例えば国会議員はね、その歳費には当然その所得税がかかるけれども、文書交通費100万円でしょ、それから立法事務費っていうのがあって、これ政策集団って作るとその派閥ごとにもらえるんで、これが780万ぐらい、これも、非課税でしょ、それから政治団体5000万円まで非課税でいくつ作ってもいいから、これ相続税いらないでしょ、それと赤坂の宿舎が12万円ぐらいで75平米で40万ぐらいの相場だから、普通民間だったら 50% 以上だと社宅に認められないし、プール付きはダメなんで社宅に認められないのがこの非課税でしょ、それとグリーン車乗り放題でしょ、それと地方議員はケニア音楽航空機乗れるでしょ、なめてるんだ。